道33を、羅臼の市街地から、津別町に向かって、でここは、羅臼峠、これ越えたら市別町になるのかちょっと確認してないけど、羅臼峠と言われるのはここです。羅臼岳のふもとにある峠は知床峠、ね、私も時々間違ってたの。羅臼岳のあるあれが羅臼峠かなとかってね。そして今は、まあ、一番高いところはここですね。この羅臼峠の旧道っていうのはどうかこの辺山の中ぐねぐね曲がって、います、これは新しい道。今は便利になったけど、この市別と羅臼の間の、道が完成したっていうのははるか昔でないんですね。陸の孤島みたいにオフみたいな時代があったんですよ。マシケの奥のね、みんな買い物は船だってね。なんかね、これね、どっかで旧道が見えるんですよ。はい、左に今見えました。市別まで33キロ、羅臼までですね、向こうは334だったような気がするんだけどね、道が335になってます。このトンネルっていうか副道は全部吹雪の時の吹き溜まりよけの副道です。